心の整理ができてなくて返してないんだよ。多分台本してるんだったら多分すごい元気なんじゃない。裏でもし連絡とか本当に取ってるんだったら多分元気よくやってて何のダメージもないんじゃない。もうここ2日配信やりすぎてる。もう頭おかしい。こんなつもりじゃなかったって言ってたでしょ、一昨日も昨日も一昨日もちょっとやろうかなぐらいだったんだよ。何こんなやってんだよ、がむしゃらに。アホみたい。クルの時も同じこと言ってた。お前何年前からずっと見続けてるの。お前ずっと潜ってんのか。お前ずっと監視してどうした。その理由を教えてくれ。ひたすら監視し続ける意味を答えろ。どんだけ興味あんだ俺に。やめてくれ。もう開いた、痛い。もうほんとケツ痛い。ワセリンみたいの塗らなきゃいけないな、これ。痛い。あと何キロだ。あと 4.4 キロ、ちょっとじゃん。頑張るか。頭痛いし、もう膝痛いし、もう疲れちまった。もう千葉県往復したらそれ疲れるわな、普通に考えて。ちょっと体使ってんのに感動もないでしょう。大した感動もないじゃん。もうダメだ、ダメだ。もう真由に会いたい。ダメだ、我慢できない、心の声を。もうずっと我慢してる、ずっと。ああ、助けてくれ。逃げるな、真由に。真由に逃げるな、真由に逃げるな、逃げるな、逃げるな。立ち向かい、逃げるな、女に逃げるな。先に進め。もうダメだ。ああ、助けて、助けて。も
もうダメだ。眠たい。お尻痛い。疲れた。もうやだ。もうネガティブ。もうやだ。もう死んでもいい。もう全部やだ。疲れた。もう配信なんかやめたい。疲れしまった。配信したくない。やりたくないもん。疲れた。今回引けない。もらいとくけどもう許さない。ああ苦しい。何があっても許さない。何があってもだから辛い。二度とブロックしないとかって約束破ったこと、すぐ男に連絡してるとこ許さない。許せない。忘れたい。早く忘れたい。もうあいつが消えないんだ、俺が消えるしかない。あいつが消えないんだから俺が消える。もう配信見ない。消える。俺が消える。俺が消えてやる。俺らを残してて星のついてないお前プリッツってやめろね野郎。もう疲れた。もう疲れるほどやった。3000に通話し300コラボして光るゴミ探してよくやった。もう終わりだ。痛い。もうこれ以上無理だ。負けた。嫌なことすごいされた。すぐ男に連絡して意地悪ばっかり、ツイートも意地悪ばっかりされて、もう消える。
潰された、うん、もう終わりだ、うん、性格悪い、うん、あんな性格悪いと思わなかった、うんうん、メンタルが復活するまで消えなきゃ、ケツも痛いし、自転車乗れない、消えたい、消えた、幸せになりたい、幸せになりたい、安らぎたい、疲れないか、生まれ変わって俺みたいな性格になって俺の気持ちが分かるよ、別れるっていうのは、うん、プライドが高いからなんだよ、うん、プライドもないやつには分かんないだろうな、うん、プライドがあるから許さない、うん、許せないんだよ、うんうん、簡単に許せないんだよ、人生何が全てなんだろう、じゃあ友達か金かなんだ、友達なんていないね、何かあったら配信つけてリスナーにいつも相談してる、家族もいないね、年老いた親父、俺を捨てたお母さん、岡野さん友達なんて思ってない、俺のこと、
る資格もないんだ、うん、俺には、うん、眉にもお金使わなきゃ相手にされないんだ、うん、そういう男なんだ、金で釣らなきゃ相手にされない。